しばしの戦をもはや捨ておけぬ。故に今朕自らが立ち、かの者らを中罰する。義の烈士たちよ、朕と共に戦ってくれ。帝が動いた。始まるぞ。カジュ、これもお前が描いたのか。いや、答えなくていい。帝の駒である諸葛丹を撃った。もう後戻りはできないだろう。帝と戦う、不敬だ、悪逆だと思うなら、すぐにここから離れてくれ。帝と言っても愚か者の一人に過ぎない。そんな輩に垂れる頭はありません。もちろん悪とも思えませんよ。言ったはず。私はこれ以上は約束を思い出すことね。ああ、分かったよ。じゃあ始めるとするか。帝と戦う覚悟があるやつだけ来てくれ。行くぞ。私は師匠だ。分かっているのか。
お前たちになすべきことをなせ。カジノ承知しております。我らにお任せあれ。来たか謀反人めが。お前はここで果てるのだ。師匠の今は耐えて。千葉将軍も理解に苦しんで、さっさと敬意を奪い、天下を受け止める。話し合いもできないんでしょう。最後にもう一度だけ禅譲していただけませんか、陛下。黙れ。命を惜しさに帝位を譲るなど朕は絶対にせん。師匠、ここは俺に任せろ。そんな顔をするな。この手のことはお前より得意だ。陛下、あなたは。なんだ、やる気になったのか。これがお前の望む俺だろう。ああ、だが手を汚すのは俺の役目だ。城内の全てを掌握し、混乱を最小限にとどめよ。その後、新帝を擁立する。御意。